一回どこかで、そう機内と、とりあえず人がいない場所へ。ひどい目にあった。それにしてもここは、あれ、ここって1階のはずだよね。うわっ、はあ、なんだここ。手を休めるな。作業を進めろ。何があっても生徒会よりも早く手に入れるんじゃ。 あれさえ手に入りゃ憎き生徒会もひとひねりじゃ。ねえ、喧嘩とかは。喧嘩？生ぬりこと言わんとってや。これはな、戦争なんじゃ。戦争、あいつら予算を握っとる系って好き放題にやりすぎなんじゃ。今に見とるよ。見つけました。ただの鉄鉱石じゃが、もっとちゃんと探しね。ここ学校の中だよな。もう無理です。お腹が空いて。ちゃんと働かないやつは飯抜きだよ。この声は、あれ、あれってもしかして誰な。みゃみゃ、猫ちゃんみたいです。そうか。一緒に来てもらおうか。離せ、離せって。ようやったわ、木の城さん。さすが用心棒じゃな。お前らとの約束だからな。で、どうする。ここを知られたからには仕方ねえな。どうするつもりだよ。とりあえず、そうじゃな、木の城さん、まずはこいつの洋服をひんむいちゃり。 なんでだよ。生徒会のスパイかもしれんじゃろ。なんか武器を隠し持ってるかもしれんし。今んとこ何も持っとらんな。残すところは、武器を持っとるかチェックせんと追えもんな。キャーキャーキャー。